足長落とし踏みフィエローズルーフィーペネスは落とし踏みかの昆虫。落とし踏みと同様に赤い前肢を持つが、興奮が長く、その姿はむしろゾウムシか一般に近い。体長9ミリメートル前後のカブトムシ。体は全体に光沢のある黒だが、前肢は血赤色となっている。ただし色彩変異があり、前強性や不足の桃節までが赤くなるものもある。 頭部は前方に向かって細まり、その先端は下を向いて曲がる。触角は、その尖った興奮の先端近くから出る。なお、興奮は、オスの方が細長く、また触角もオスの方が、はるかに長い。前胸世は、長さより横幅が大きく、全体には平滑だが、後方の円近くに横じわがある。側面の円は、オスでは前方に向かって強く狭まるが、 メスでは丸みを帯びる。小立て板は等定形をしており、上面はやや周囲よりくぼんでいる。前肢は小立て板の両側部分が前に小さく突き出しており、背面では天国の列がやや不規則に並んでいる。各種の桃節は梱包状になっている。また、オスでは前肢の強節長くて湾曲している。本州、四国、九州に分布する。林園や、 明るい林内で見ることが多い。日本の落とし踏み類は短期間で生育し、成虫で越冬し、一年の大半を成虫の姿で過ごすとされているが、本種は例外的に前さなぎの期間が長いとされており、得意な存在である。洋卵を作るのに用いる葉はくぬぎ、水なら、栗と落葉性で大柄な葉をつけるブナ中のものが多いが、常緑の菓子類を使う例も知られる。 その他に落葉性の部中では水なら、粉なら、あべま常緑性のものでは荒かし、上目がし、さらに毛焼の例も知られる。洋卵を作る際には両妻型、つまり葉の一方の端から切れ込みを入れ始め、主脈を乗り越えて反対の端まで切り進む方法をとり、その後に主脈に切れ込みを入れ、それからそれより先の葉を巻いていく。本種と、 ルイスアシナガオトシブミは葉を巻く際に主脈に細かい感覚で紙コンをつけ曲線的に巻き込む。普通は巻き上げの初期に卵を一つだけ産み、そのために卵は溶卵の真ん中近くにある。ルイスアシナガオトシブミヘニカラバスルーシー波族は異なるものの禁煙とされており、形態や体色も似ている。しかしこの種は体調が せいぜい6ト、mm、ルと本種より小さいこと、頭部が本種ほど細長くないこと、それに、この種では、不脚体説が明らかに膨らんでいることなどで区別は容易である。なお、退職の面では、本種は全種のみ赤、この種はそれに加えて、全教瀬と不脚体説まで赤いのだが、常日のように本種でも、全教瀬と不脚体説まで赤くなるものがあり、その場合、 体色の面からは、両種よく似て見える。ただしその場合でも、本種では、コダて板が黒く、それに形態面で区別が難しくない。他に近縁なものとして、ビロードアシナガオトシブミカルラブスキュープリウスがあるが、この種は、体色が黒で、金色のほの毛に覆われている。なお、オトシブミアポデラスジェクアリーも、体色の面では、本種の標準とよく似ているが、この種は、 形態面でさらに大きく異なっているので判断は容易である。以下、主として、石井ほか、P1285 安田、沢田、P24、林田編長、P259 安田、沢田、P24 志村編、P267 安田、沢田、P24、鈴木、上原 P49、50安田、沢田、P14、24志村編、 P267 志村編、P267 以下も、安田、沢田、P24 ありがとうございます。